ふむふむ、外の世界に魔法使いはいないけど、魔法少女はいるのね。成長したら魔女になって自我を失う、か。興味深い、クラスのみんなには内緒だよ、ね。うざかわいい。勝手に入るわよ。そういえば今日もバキトークをする約束だったわね。ごきげんようパチリ、相変わらずパジャマとドアノブカバーが素敵ね。く。く。クラスのみんなには内緒だよ。ドアノブカバーとかかぶってるから頭があれだと思ってたけど。心配すんなよアリス。一人ぼっちは寂しいもんな。え、何よいきなり。いいよ、一緒にいてやるよ。アリス。いきなりそんな告白されても、私にはマリサがいるし。はい。っていうセリフとかぼっちのあなたが聞いたら。ってあれ。え、ああ、知ってるわよ。勘違いしないでよね。貸してあげるからあなたも見てみなさい。外の世界の魔法使いのことが書いてあるわ。し、知ってるわよ。外の世界の魔法使いでしょ。極大消滅呪文とか危ない魔法を使うのよね。うん、違う。とりあえず貸してあげるから見るのよ。しょうがないわね。あなたのためじゃないんだからね。アリス。なんて面倒くさい子。じゃあそろそろバキ行くわよ。と、行きたいところなんだけど前回の間違いを訂正させてもらうわね。あ、ナイフの種類が違うってやつね。うちのアリスがバタフライナイフなんて言ってごめんなさい。間違いも訂正してもらって本当はジャックナイフでした。そうね。で、それジャックナイフだけどそうじゃない。本物はこっちね。昔はジャックナイフと呼ばれた、とかそういうフレーズにも使用するほど有名ね。ってことであなたも謝りなさい。うちのアリスなんて言われたのなんか全然嬉しくないんだからね。勘違いしないでよね。早く謝りなさい。ごめんさい。こういう間違いを指摘されるのはちゃんと見てくれてるってことで、嬉しい限りだわ。だからってわざと間違えてコメントもらおうとするんじゃないわよ。邪道すぎんだろ。あとなんか知らないけど外伝で登場する時間稼ぎくん、この子をやってくれってメッセージが来てたけど。マイナーで紹介するにしろ私たちが紹介するにしろ、一応順番通りにやってるから後になると思うけど紹介はさせてもらうつもりよ。ってことで反省会終わり。今回のサブバキキャラは、バキの火曜一中で番長を務める男。北沢番長だあれ、でも北沢くんって番長なんだっけ。偉そうなのはわかるんだけど。番長という記載はないんだけど。まあそこはとりあえず省くわ。うん、今回は番長ってことで進めてもらっていいかしら。うん、じゃあ番長ってことで話を進めましょう。一声で98人を軽く集めるほど偉いのよ。随分半端な話ね。内藤さんは一声じゃ来てくれなかったからね。98人の前で土下座までしてやっとって感じ。これだけの人を集めたのに、見知らぬ派手にいきなり土下座してたら皆さん引くんじゃないかしらね。内藤さんがそれだけ恐ろしかったんでしょ。じゃあなんで呼んでるのよ。一つは人数が集まらなくて泣く泣く読んだ。もう一つは集めた人は連合軍で内藤さんの配下もたくさんいた。という考えね。校舎だと98人北川さんが集められてないじゃん。私の考えは内藤さんは一中の OB で内藤さん派の不良を抱え込むために読んだんじゃないかしら。派手が番長って可能性はないの？内藤さんが番長だったらあの人数の全員が挨拶をしないのはおかしいし、同じ中学に通ってる暴れん坊のバキを知らないのもおかしいじゃない？派手100人の前だから強がってたんじゃない？番長がやられたらすぐ噂広まっちゃうんじゃない？つまりまだ戦ってないわけ。うん、もうわかったわ。番長ってことで話を進めましょう。番長ではない場合としての考えは番長も呼んだんだけど、ギリギリでドタケン、栗さんに100人集めろと言われてた北沢くんは困ってしまう。泣く泣く派手を呼んだって可能性ね。それだとしても本物の番長出てきてないし、北沢くんが番長ってことでいいでしょ。最初の戦闘は100人不良のナンバー2としてバキと戦うところね。日本刀を持ってオラついてたけど刃物を持った者の心理を突かれて、金敵の一発で戦闘も男としての人生も終了。やだかわいそう。って違う。え、なに、バキの命取ったるとか言って日本刀持ってたくせに、本当は殺すつもりも刺すつもりもなかったの。まあ殺すつもりはなかったかもしれないけど切りつけて傷を負わすつもりくらいはあったかもね。じゃあなんで引いてんのよ。だから心理的に引いちゃったの。無意識ね。脅しで持ってる刀に、喜びながら飛び込んでくるやついたら引くでしょ。それと同じ。引くわね。いろんな意味で。次の対戦はクリア側参戦。100万じゃ足りないと子供のようにごねて、大人のお仕置きをされたところよね。これ栗さんちょっと笑ってるからね。さらに熱くなっちゃったのよ。コーヒーだけに。やかましい。ごねた結果が焼きちんことか悲惨な結果ね。んでも100人で100万だと1人1万でしょ。欲張りたい気持ちもわからないではないわね。え、そんなわけないでしょ。は、ナンバーワンの内藤さんが呼び出されたことにごねまくってたところを見ると、内藤さんにすらお金の件は伝えていないのがわかるわね。じゃあ1人で100万貯めたってこと。北沢組のグラさんとパンチにも若干の分け前は渡してると見てるわ。こいつら仲間なの。バキを倒すために一時的に組んだ奴らのボスって可能性は。
低いわね。なんで？こいつらどっちも一言も喋ってないの。連合軍組んでてそのボスの一人なら自分も骨が折れたとか主張するんじゃない。ただの脅し要員ってことね。ここまで何の実力も見せられなかった。というか集大しか見せていなかった北沢くんだけど、ついに番長としての強さを見せつけるわ。強いやつしかいないと強い凡人の強さがわからないからね。第3戦は巷の不良3人組、後輩に。って言ってることからも、同じ中学ではなく、別の学校の知り合い程度の不良だと思われるわ。女になったからってバカにしてきた不良どもに、前蹴り、左フック、右ストレートと流れるような攻撃、番長としての強さを見せつけてくれたわね。これが最初で最後なんだけどね。まあ3人ともそこまでダメージ受けてないから、すぐ謝ったり、止めたりできたんだけどね。弱い。この不良たちの発言ってどう思うアリス？どう考えてもバカにしてるようにしか見えないわね。これ実はバカにしてるわけじゃなかったら、普通の時に言われるいじりと、イラついてる時にされるいじり、全く違う感情で入ってくるんじゃないかしら。いじりってバカにしてるってことじゃなくて、まあバカには多少してると思うけど、冗談っぽいいじりだったと思うわ。じゃああの凶悪そうな3人組は悪気はなかったっていうの？本当にバカにした発言だったら、3人いるんだし、攻撃された時点で反撃するのが妥当じゃない？確かにね、喧嘩打ったような言葉だったら即喧嘩に発展するわよね。多分ノリ的には、そうなんだよ潰れちゃって女になっちゃった、てへ。って感じの返しを不良たちは期待してたのよね。いきなり3連婚僕らってかわいそう。空気を読めない若者あるあるね。この後すぐに神様以上の人物の襲撃に遭い、漏らして死にかける。ここで北沢くんの名言。すっかりやめるか？もともと向いてないと思うのよね。そうかしら、私は向いてると思うけど。どこだよ。北沢くんの能力、眼力で相手の強さがわかる程度の能力。これが突っ張り界における最高の能力、危うき者には近寄らずよ。突っ張り御神会眼。でもここで一つ疑問が湧くことになるわ。何かしら？馬鬼戦は100人いたからいいとしても、クリア川さんになぜ喧嘩を売るような真似ができたのか。クリア川さん戦闘力的にはなかったからとか。思うに挑発はするけど喧嘩をする気はなかった。クリア川さんの戦力は理解できてたけど、強靭なのを理解できてなかったってこと？戦闘力は読めるけど、心理状態や性格は読めないってわけね。見た目があれだから攻撃を仕掛けてくるなんて思わなかったんでしょうね。おらつかなければ使えそうな能力ね。この後は馬鬼の強さに惚れ込んでパシリ的なことをこなすまでになったわ。完全に下っ端ね。てかこれ惚れ込んでるの？精鋭不良を集めるのに自腹を切ってお金を使ってるくらいよ。自腹切って集めたの、明澤グループからもらってるんじゃなくて。明澤グループが北沢さんに頼んだってこと？私はそうだと思うけど。明澤グループで集めるなら、精鋭とはいえ不良なんか選ぶかしら。確かに役不足かな。最強のヤクザを倒し、オーガと並び称されたガイアすら倒してのけた、情報網でそれは掴んでると見ていいわ。ウォーミングアップとはいえ、相当の手だれじゃないと言えないってことね。だからこれはバキの意思で北沢くんに頼んで集めてもらったメンバー。バキ自身はお金持ってないから、全員のみで頼んだって感じか。お金は少なくても33万程度は持ってるからなんとかなったでしょう。でもなんでバキは不良を選んだの？全てのリベンジを果たしたかったんでしょうね。100人の不良に負けた分を1人戦力20人分の不良5人でリベンジ。ユリーさんも招待してることからもユリーさんにも一応リベンジってとこかな。さらに言うなら明澤グループに頼りたくなかったのかもしれないわね。自分で集められる強い者の限界を集めたって感じ。不良20人分の強さの不良って考えてみたら相当強いわね。北沢くんは少し格闘技にも詳しくてボクサー豆知識を披露してたりするわ。興奮したら口が悪くなっちゃうのも見逃せないわ。神様以上の花山さんにさん付けしないとか相当してるわね。まあ相手によってコロコロ態度変わってるから、自分でもわけわからなくなってたんでしょ。最後は恒例のサイレントキルで裕次郎に半殺しにされて終了。もう死んでしまうとは情けない。弾を潰され、燃やされ、ビビらされ、脅され、漏らされ、殴られ。最後には巻き添えで半殺し、悲しい人生だった。もう出てくることはないと思うから、北沢くんの冥福を祈りましょう。死んでねえ。彼の最大の誤算はバキという世界に迷い込んでしまったことね。さて、今回もマニアックイズ行くわよ。覚悟しなさい。ふふん、無駄よパチリ。私に知らないことなんてあんまりない。問題。北沢くんが入院した話をしてる不良たち、この不良たちが話してるのは何の教室の前でしょ。上海が勝手に。マリ。マリ？いつもマリサの名前しか出てこない。上海。今回は降参かしら。なぜ？パチュリー君、昇進したまえ。ありがとう、上海。上海。でもなんで上海勝手に喋り出すのかしら。この前上海をパチュリーのやり方で直してからちょっと変なのよね。でもまあ、可愛いから OK かな。今のは、
なに、負け惜しみかな、アパチュリーちゃん。私はまだ問題を言い切っていない。は？まだ問題を出していなかった。つまりこの勝負は未確定？何を言って？だから正解もクソもない。不成立、ノーカウント、ノーカウント、ノーカウントなんだ。ノーカン、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 はい、ご一緒に。このバカ。会えた？5倍付けにするわよ。ぐぅ？今日のところは痛み分けというところね。私は痛みないけどね。おかしいな。ま、切り替えていきましょう。最後に前回の広告者様の紹介をするわ。私が高速紹介するわね。私は、あなたは次回ね。はいはい、任せるわよ。ご本、では。上から読んでも下から読んでも岩井さん。応援してくれてありがとう。毎日の活力になってるわ。てか栗さん人気ありすぎじゃない？いきなり花山さん超えちゃったんだけど。正直何が当たるのか全くわからないわね。じゃあ次回また会いましょう。ふむ。次回はあなたが問題出していいわよ。私が出していいの？じゃないとフェアじゃないからね。全部私のターンみたいだし。全部カウンター入れてんだけどね。勝敗が、だけど。じゃあ今度こそおしまい。次回も見てくれると嬉しいわ。見てほしくなんかないんだからね。わかりやすいツンデレありがとうアリス。な、何言ってんのよ。じゃあ、せーの。ご視聴ありがとうございました。